1日1食玄米菜食の無精でございます。今日はですね、まあ今一人暮らしをしておりまして、いわき市に、福島県いわき市におります。で、いわき市にですね、まあいろいろと美味しいものがあるんですけど、まあでもお土産的なものってなかなかこう玄米菜食に合わないもの、特にお菓子なんかはそうなんですけど、合わないものがあるんですが、まあいわき市には小名浜っていうね大きい港があるので、そこに上がってくる海産物が結構、いろんなものお魚が上がってくるということで、その海産物の、まあ、名物というかお土産みたいなのもあってですね、その中の一つを今日ちょっとご紹介したいなと思います。で、ですね、私はねすごいこれが気になっててね、早く食べたいなと思ってたんですけど、やっとフライパンを買ったので、お料理ができるんですが、サンマのポーポー焼きで、ポーポー焼き、なんでそういう名前がついたかっていうのがちょっとお店のなんかポップに書いてあったんですけど、それを見るとですね、まあサンマの、まあ要はつみれみたいなやつを、まあ、ハンバーグ状にしてこう火で焼いて食べるっていうものらしいんですが、これをね多分直火で焼いた時にこうサンマの油がポタポタ落ちてジューポーポーポーっていう風に言うからポーポー焼きだっていう風に書いてある、まあ、そんなポップを見ました。だからそうですね、結構ジューシーな魚の油がたっぷり入った、ハンバーグみたいなものになるんじゃないかなと思って、これから、料理をしていきたいと思います。じゃん、これですね、はい。で、これ冷凍してあったやつなんですけど、おやつをですね、こうなってんだ、こんな感じでハンバーグですよね。多分ね、予想ですけどつくねみたいな感じじゃないかなと思います。で、まずはこうか、油を引きました。で、多分ですね、冷凍してあったので弱火でじっくり焼いた方がいいのかなと思います。ひっくり返したらこんな感じです。いい色に焼けてきました。匂いがねすごいいいんですよ、ね、なんかつみれか、そうつみれ、つくねじゃないつみれを焼くような匂いですね。これ非常に楽しみです。で、また、こっちの面ですね、裏面もじっくり焼いてきます。はい、できました、完成しました、こちらです。じゃーん、キャベツを引いてみました。で、サンマのポーポー焼きをですね並べてみました。サンマ1セットだから、お土産用のやつはねもっとたくさん入ってるやつも確かあったと思います。では早速あったかいうちに、はい、いただきたいと思います。お、まあ、やっぱりお魚ですからね、箸で切れると、わあ、な、本当に断面はつみれみたいですね。見えますか、この感じ。いただきます。うん、
これはうまい。あ、ちょっとね、あの味付けでほんのちょっとだけ醤油を垂らしたんですけど、いらないですね。このまま焼いただけでいけます、ね。で、あの原材料に味噌って書いてあったんですけど、そんなに味噌味ってわけでもなくて、ほんのりこう香るぐらいですかね。いやでもね、あの柔らかくてね、すごく美味しいですよ。で、中にネギかなが混ざってる感じですね。で、それが、うん、多分臭み消しになってるのかな。でも本当、あのなんて言うんだろう、まあ、いや、そうですね、つみれを焼いた感じですかね、一言で言うと。でも美味しいですよ、すごい。いや、これお魚が苦手なね、お子さんでもいけるんじゃないですか。いや、これにあの、なんだろう、トマトソースとかかけてみたら、もう本当に普通にハンバーグにしか見えないんで、うん、これはいいんじゃないですかね。魚の風味のものはちょっと日本酒が行きたくなりますけどね、残念ながら今ないで、はい、いつも通り玄米ご飯でございます。ちょっとまだ発酵が進んでなくて、あんまり、黒くはなってませんが、これはこれで、ちょっと今日味噌汁がえらいことになってます。あ、玉ねぎをですね、また保温ジャーで茹でて、はい、というわけでまだまだサンマのポーポー焼き感楽しめそうなので、もしね、いわき市に来ることがあったら、ぜひお土産にしていくといいんじゃないかなと思います。で、多分ね、配送というか通販というかっていうのもあると思うので、はい、ぜひ一度試してみていただくといいんじゃないかなと思います。というわけで以上、玄米菜食の無精でした。ありがとうございました。お元気で。